はい、皆さん、こんにちは。はい、えー、本日はね、皆さんがこの動画をご覧くださっているのが10月の8日の火曜日のね、えー、午前中にご覧になってもらっている方がほとんどだと思います。えー、というのもですね、今回のこの動画、実はですね、皆さんがこの動画をご覧になっていただいている前日の月曜日のね、夜に撮っております。えー、というのもね、今ご覧になっていただいているようにですね、まあ、昨日ですね、 えー、まあ、あの、みてこ様がですね、なんかね、転んじゃって大腿骨を骨折されたというようなね、報道がありましたよね。まあ、それに関してね、えー、実は今回の動画の主題が、まあ、このミてコ様がご主人、えーまあ、主人公なんですね。で、えー、そしてですね、まあ、どちらかというと、非常に私も否定的な話をさせてもらっております。故にですね、まあ、こういったような、えーまあ、骨折されたということで、まあ、非常にね、大きな怪我をなさっているので、 いやーね、この動画どうしようかなと思ったんですけども、ただね、えー、今回まずね、お話しさせてもらう、この、えー、まあ、みてこ様のね、まあ、みちこ様の、えー、このね、おけ,おけがに関しては、やっぱりそれはね、それで早くね、治ってもらえればな、というようなね、感じですよね。まあ、お大事になさってください、というようなことなんですけど、ただね、過去における、そのね、皇后、今現在の皇后、雅子さ様に対する影響だとか、 これだけ浪費してたんだよ、みたいな、そういったような話をね、えー、実際に事前に撮っていたもんですから、それもどうしようかなと思ったんですけど、やっぱり話は全く違う話なのでね、動画自体は上げることにいたしました。で、まずはね、今ご覧になっていただいているように、これね、まず昨日の午後のですね、えーまあ、13時46分に、まあ今ね、表題にある通り、上皇后、美智子様がお住まいで転倒し、負傷されましたと。 そして東大病院で検査へということで、まあ報道がありましたよね。こういったような速報的な報道が昨日のまあ日本時間で言うとね、2時ぐらいにバーッと2時過ぎぐらいから集まっておりましたけれども、まあこれ他のユーチューバーの方も言われていたんですけど、まずこのね、速報的な FNN プライムオンラインの記事が出たのが、今左上のね、赤括弧であるように、 まあね、午後の1時46分だったんですよね。ところが、えー、下に書いてあるように、えー、実際先ほど午後1時45分頃赤坂御用地を車で、ね、出発されましたということで、なんかね、待ち構えていたかのごとくの速報が流れたわけですよね。だこういったようなことで、なんとおかしいんじゃないのみたいな話もありましたよね。当然おかしいと思います。で、まあその後にね、えー、次のページもご覧ください。 で、えー、これがですね、共同通信による、えー、その後のね、えー、追加報道ということで、昨日の午後のね、5時42分、まあ6時前後ぐらいにね、こういったような報道がされておりましたね。で、上皇后さ大腿骨骨折ということで、戦闘御所で転倒されて、手術されるといったようなことらしいですね。まあそういったようなことを、宮内庁が正式に発表されておりましたっていう話です。 まあね、これが出て、えー、実際に書いてありますけども、えー、まあその点灯されたのはね、まあ、6日、えー、夕方に点灯されて、実際にね、えー、先ほどご覧になっていただいた FNN プライムオンラインのニュース等ですね、他の報道機関も含めて、昨日のお昼過ぎに報道されたわけですね。要はまあ、おそらくは、えー、こういったような点灯されて、まあ、あのー、 その夜だったのでね、まあその日は大事を見たということなんでしょうけども、やっぱりそのことに関しては当然宮内庁にも報告が上がっていて、まあ報道機関もね、ある程度内容的には分かってたんでしょうね。で、実際にその病院に行くときになって、まあ報道したというようなことなんじゃないんですか。なので、えー、実際にですね、午後の1時45分に出られて、なんと1時46分、1分後には FNN プライムオンラインが速報版を出していた。 まあ、報道機関においては分かってたんでしょうね。で、えー、まあ、その出発されたら、おそらくは、え、宮内庁も報道してくださいっていことだったんじゃないんですか。まあ、いずれにしてもなんかね、ちょっと時間がおかしかったので、なんだよ、これはみたいな話がありましたけどね。まあ、実際にはそういうことなんでしょう。だから、まあ、この、ね、大腿骨骨折ということで、まあ、支持されるということなので、まあ、それに関してはね、もう本当でしょうから、え、まあ、ぜひね、 えー、まあ、あのー、ね、えー、お大事にされてください、ということだと思いますね。はい。で、まあ、それはそれなんですけども、今回のね、えー、これからメインのお話しさせてもらいますけども、先ほど言った通り、このニュースが入る前に昨日の時点ですでに作っておいたんですね。で、えー、どちらかというと、みてこ様を、えー、まあ、批判するような動画なのでね、どうしようかなと思ったんですけども、ただ、 この話はこの話。でも過去の話は過去の話っていうことでね。えー、まあそういったような観点でやはりえ動画も上げることにいたしました。やっぱりね、えー、今回の話もね、まあ、今現在の皇后雅子様が皇太子、日であられた時にね、どういったような影響を受けただとかね、やっぱりそういったようなことに関しては事実なわけでしょ。で、これだけのお金も浪費してました。ね、平成時代にはあんまり気にかけていなかったようなことでも、やっぱり今現在令和になってね、 どん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 話が暴露されてきてるわけですよ。こういったようなことに関してはやっぱりね、えー、まあ、けは怪我、で、それはね、お大事にしてください。でもね、そういった過去に至るような浪費というかね、こういったことに関してはやっぱり税金を使っているわけだから、そういったことはやっぱり国民としても知っておくべきだなというふうに思いますね。 はい。ということで、ここからね、実は昨日、そのニュースがね、この骨折のニュースが入る前に撮っていた動画をね流させてもらいます。最後までご覧になってみてくださいえ。今回の話題なんですけども、まあね、このね、上皇ご夫妻なんですけどもね、 まあ以前はね、それこそ平成の時にはあんまり言われてませんでしたけど、まあいっぱいお金使ったよね。にもかかわらず、えー、今現在の皇后、雅子様にはこういったようなことを言っていた、みたいなね、えー、そういった話をさせてもらいます。というのもでね、 えー、先ほどお話ししましたように、いよいよね、20日ですよ。まあ、本日8日ということで、あと10日ね、ちょっと経つとですね、いよいよ90歳のお誕生日になるわけですね。まあ、その時にもさ、また大きな報道出るんじゃないか、みたいなね、いらん報道が出るんじゃないか、みたいなことも考えておりますけれども、まあ、そのね、えー、報道がどう出るかは別にしてもですね、まあ、とんでもないね、費用を使ってましたよね、にもかかわらず、みたいな話です。はい、今回もぜひね、最後までご覧ください。 はい。でですね、まずね、今回お話しさせてもらうのはですね、これ2013年のね、5月に出たような、まあ、やっぱりね、見てこンだ。以前から見てこンというようなことが言われておりますけども、いや、よくね、ここまでこれだけの記事を書くな、みたいなね、まず話をさせてもらいます。というのもね、えー、これね、今言いましたように2013年の話。で、2013年というと、皆さんね、えー、思い出していただけると思いますけども、 当時のね、皇太子ご夫妻、今現在の近所天皇陛下、そしてですね、皇后雅子様が皇太子ご夫妻だった時に、はい、オランダの国王ですね、えー、の即位死ということで、まあ、実際にはオランダの方からご招待を受けてね、えー、まあ、皇后雅子様においては、11年ぶりですか、の海外の訪問ということでね、えー、お出向きになりましたよね。まあ、その時の話題なんですけれども、 いや、この11年ぶりに海外に出られたといったことにも関わらずね、まあ、こんなことをね、えー、例えば政府専用機で数千万円かかっただとかね、えー、ホテル代でこんだけかかったというようなことで、いかにもですね、多くの金、お金を使ったみたいなことで、えー、その見てこセブンは書いていて、なおかつですね、えー、このね、特にね、皆さんに今回ご注目してほしいのは、えー、このね、1行目、2行目、3行目に書かれているようなこと、当時ね、えー、この、 えー、オランダの訪問をされる際にね、えー、テて様ですよ。ミてコ様は、えー、こうね、その当時交代し、秘伝家だらえた、えー、まコ様に対して、先のことは考えず心配せずにオランダに行ってらっしゃい。その後のことは心配しなくてもいいから、との言葉をかけたみたいな記事が書いてあるんだけど、え、そんな言葉言ったんですかみたいな話ですね。まあ私の記憶違いかもしれませんけどね。 内戦もう10年以上前の話なので、こんなことを言ったちょっと記憶ないんですけどね。でもいろいろ過去の記事を、特にこのみてこ7の記事を探ってみるとこんなことが書いてあるんだけど、えみたいな感じですよね。こういったような当時のね、えー、この雅子コ様に対して優しいお言葉をかけられたのは、これミてコ様じゃなくて、えー、実際にはさ、このオランダのね、えー、この当時の皇太子左ら,られたですね、えー、このね、マキシム妃。 だったですよね。まあ、それの記事なんかも後からお見せしますけどね。なんかそういったようなものを引っ張ってきて、あたかもですね、えー、みてこが先のことを考えずに心配ずにせずに行ってきなさい。そんなことは本当に言ったんですかさすがみてこンみたいなこともね、えー、読まさせてもらいましたけども、まあそういったようなことに加えてね、先ほど言った通り、この訪問費用ですよ。11年ぶりにね、えー、海外に行かれる、このまさこ様に対してこんなこと言ってたんだよね。 ねえ、たまたまなんですけど、えー、このね、2006年、まあ、それから、まあ、また11年ぐらいね、えーあ、ごめんなさい、11年じゃないや、7年ぐらいか、前に遡ると、まあ、これも皆さん覚えてらっしゃると思いますが、あの、年宮愛子さまね、まだ小さかったですけどね、えー、可愛らしかった年宮愛子さまを、まあ、連れてってですね、で、えー、当時の皇太子ご一家が、やはりオランダにね、ご訪問されておりましたよね。まあ、これはあくまでも、 えー、その皇后雅子さまのね、えー、ご体調おもんばかってのご静養ということだったですけどもまあ言いなれば言うなればねこう,いうま公、あ、務みたいなもんだったですよねでこの時のお金これだけかかっただろうなみたいなことで、えー、要はねその2006年のオランダのご静養の訪問の時のまあ費用を引っ張ってきてるんですね。 で、その費用を引っ張ってきて参考までということなんですけど、この2013年のね、えー、オランダ国王の即位式にもこんだけかかっただろう。なおかつ政府専用機に,に関してはこんだけかかってるみたいなことを言ってるわけですね。で、えー、まあその2006年のね、オランダご静養の時の、まあこれは私的訪問ということですけども、まあその時にはね、えー、実際に随行員が11人ぐらいいただ,いただとかね、 まあ当然この時には一応私的旅行だったということで民間機をお使いになっていたんですけどもまあ例えばさファーストクラスに何人乗っただとかねそれで実際になんかね愛子さんは子供割引で約124万円だったけども他の人たちは当然大人なので165万円かかっただとかね他のそのビジネスクラスに乗った随行員の人は たちも含めるとですね実際には1600万円ぐらいかかってきた。もういかにもね大きな金額かかったな、みたいなことを言ってるんだけどね。まあそういったようなことに加えて、ですね、えー、例えば、えー、そのオラ,ンダオランダでのね食事代だとかホテル代、ね、約2週間の滞在でね157万円,あ15万円、えー、かかったらとかね、まあ、そんなことを言ってるわけですよ。で、えー、実際には食事代なんかも含めて、 まあすべての費用をね、この宿泊費用として計算すると、まあなんか2000万円をね、2週間で2000万円を超えるようなお金になったみたいなことで、いかにもものすごいお金がね、費やされたみたいなことをみてこ7言っていて、なおかつね、この一番上にこの黄色でね、先ほどお示しした内容として、みてこ様は心配せずに行ってきなさい。ね、後のことは考えなくていいよ、みたいな非常にお優しい言葉を本当かけたんですかみたいなことを言ってたんだよね。 まあそういったようなね、これも、今言ったように2013年の記事なんですけどね。まあこういったような記事たまたま見つけるとイライラしてくるわけですね。なので皆さんにね、お伝えしようかなというふうに思ったんですけども。まあさすがミテコてこンみたいなね、記事だったわけなんですね。はい。でね、次のページもご覧ください。まあこのね、見てこンの記事だと、 なんかね、皇后、雅子さまあ当時のね、皇太子、妃殿下であった雅子様に、見て子様がそんなことを非常に優しい言葉をね、おかけになった。本当かよみたいな話なんだけど、今ご覧になっていただいているのは、ちょうど同じ週ですよ。似てたんですが、2013年の、これはやっぱり5月のね、3日10日の合併号、これは週刊朝日の記事なんですけど、 まあこの上に表題に書いてある通り11年ぶり海外訪問を決着決意させたオランダ新王妃からの直伝というような記事になっていたわけですねまあこれは皆さん覚えられている方も多いかなというふうに思いますけどもまあ一応読まさせてもらいますね、えー、宮内庁の関係者が言っていたという話で長い療養生活を送る雅子様に久々の海外公務を決意させたのは一本の国際電話だった 電話のあるはオランダの牧島ヒでしたとまもなく新国王に国王に即位するアレキサンダー皇太子妃の牧島妃が是非4月30日の即位式においでいただきたいと直接、えーね、皇太子妃殿下の雅子さまにお話しされたようです、まあ、こういったことをね、宮内庁の関係者が言われていたというその記事がね えー、先ほどのミテコセブンの記事と全くね、同じ週に出ていたっていうような話なわけですよ。全然話違うよね。片やミテコセブンはね、はい、みてこ様がこういったような優しいお言葉を、えー、交代し、遺伝家の雅子様におかけになっていた。こんなのあった私全然記憶ないんだよね。 皆さん、記憶ある <laughs> ぜひ、記憶ある方は、教えてください。まあ、10年ぐらい前の話なので忘れ、私が忘れてるのかもしれませんけどね。片や、今お示ししているように、週刊朝日はね、ちゃんと書いてあるでしょう。そういったような、えー、優しい言葉をおかけになってね、えー、そして、まさこ様まあ、療養中だったまさこ様にね、じゃあ行こうということで決意させたのは、実は、このマキシマ日だったっていう話ですよ。ミレコさんじゃないんだよ。はっきり言ってね。まあ、そういったようなことがね、 暴露されているわけですよねそして、えー、そういったようなことで先ほどのミテコセブ7なんかは何千万使っただとかさそして何、えー、2週間の滞在費で2,000万使っただったらさつい先日去年のさイギリスの戴冠式に行ったね秋篠宮ご,ご,ご夫妻にねこれはテレ東が言っておりましたけど何何宿泊費で6,000万使ったみたいな話もあったでしょ 何なんだっていう感じだよね。<laughs> そういったようなことをね、最近なんかね、ほんとマスコミ君は全然取り上げないんだけど、そういったことを取り上げろっていう感じだよね。まあそういったようなこともあって、じゃあね、えー、それだけのことを言っていたというようなことなんですけども、じゃあ、えー、当時のですね、平成時代の天皇皇后両陛下、本当にそういったようなことを、み、え、て、ー、子様はマスコ様に声をかけられたんですかということで、次のページ。 はい。これはですね、この、これもね、皆さん覚えてらっしゃる方多いと思うんですけどね。ただ話としては、2006年の話なので、もう何年前 ?10、ん ?18 年前になっちゃったんですね。早いですね。はい。当時の平成時代にですね、これはね、えー、これ NHK の会見かなんかでしたかね。その番組で直接言われておりましたけども、要はね、えー、その2006年に交代し、ご一家がオランダにご西洋に行った時にね、はい。 公務以外、私たちは公務員以外の海外訪問などはしたことありません。みたいなことで言ってましたよね。覚えられています私もこれに関しては過去にもね、私のこのチャンネルでも紹介させてもらったので、覚えていらっしゃる方も多いと思います。まあ、ただこのね、 えー、今現在の上皇様が言われていたようなねあ、この言われていたようなことに関しては、翌年の2007年のお誕生日会見の時に一生懸命打ち消しておりましたけどね、決してそういったような意図はなかったみたいなことをお誕生日会見の時に言われておりましたけどね、果たしてこの記者会見が行われた時の真意はどうだったんでしょうか隣にいるみて子様が何か言いなさいよみたいなこと言ったんじゃねえの 私、これは勝手な私の想像ですけど、そんなことまで思わせるようなシーンだったよね。で、それがですね、その、えー、これは2006年ですけど、その7年経った後の2013年のね、オランダ、えー、国王の即位式の時に、その直前にね、美智子様が本当に詐欺のことは考えずに心配せずに行ってください。行ったんですかね、そんなことね。というような話なわけですね。で、それに加えてと言ったような話、次のページね。 はい、これはですね、えー、これもね、この記事に関しては私も何回かすでに紹介させてもらいましたけど、これは1993年のね、えー、週刊新潮の記事、新潮が暴露,し暴露したような記事だったけどね、まあありましたよね、この年にね、えー、まあ当時のこの天皇、ね、<laughs> あの、まあ天皇皇后両陛下がですね、 ヨーロッパ、えー、要はイタリア、ドイツ、ベルギーでしたか3カ国に訪問されるというようなことで、なんとなんとね、ここに書いてある通り2億円使った、みたいなね。そして下にも写真貼らさせてもらいましたけど、いやー、やっぱりこの派手派手、ね、派手派手のお皿に派手派手のご衣装みたいなね、えー、そういったようなことだったですよね。まあこういったような記事が上がっとりました。で、えー、右側にね、まあ記事の内容は非常に細かい字なので、右側に大まかに示させてもらいましたけども、 今言ったようにね、イタリア、ドイツ、ベルギー、3カ国を訪問しました。そして経費はなんと2億円かかったと。これさ、1993年の2億円だからね、もう何してですね、何年前もう7年のもう31年前じゃないですか。で、この31年前ってことになると、今のね、えー、貨幣価値とちょっと違いますよね。だから当時の2億円、今で言ったらさ、もう3億にも4億にもなるっていう,う話でしょ。それを一つのね、ね、 ご訪問ですよ。それによって使ったっていう話 <coughs>。先ほどね、ちょっとすいません。またエキサイドしてきてた。喉が痛いのせすいません。先ほど一番最初に紹介させてもらったミテコセブンのね、あれは2013年の記事だったですけれども、あの時にさ、うん、ね、えー、このオランダを訪問された時に、政府専用機だったら何千万もかかる。そしてね宿泊代でね何千万使った。 っってていいう風に言ってるけどとんでもないよこれれ見てくれってくっいう感じだよねこの三角を訪問してさなんと2億円使ってですね当時のお金でね2億円を使ってで内訳というとですね、えー、まあ例えば旅行費の1億1600万すごい金額だよねその旅行費だけで1億円以上そして交通費の8000万円だとかね、えー、あるいはね、えー、その随行した一緒に行った職員たちの外国出張の手当費 それだけが500万円。出張手当の費用だけで500万。ね。そして34人連れてったんだよ、この時。すごいよね。30、一つの旅行で34人、周りがゾロゾロ行っていたっていう話ね。そしてホテル代だけで1800万とかね。で、自動車の借り入れ代1200万。服装の、これがすごいよね。服装の身長代に3500万。で、まあ、左の、左下の写真にあるようなね、このいったような身長した服装ということですけど、 これもさ、派手派手のこのオレンジの衣装ね、オレンジの衣装とオレンジのお皿ね、一回だけなんでしょうね。決して二度はね、それを通さないということでしょうから、これもおそらく一回だけ来たんでしょう。そして新調する服装だけで3500万も使ったんだよ。すごいよね。そしてトータルで2億円使った。というようなことなわけですよ。 こういったようなことをね、みてこン出せよと。これはあくまでも新調のね、暴露記事ですのでね。こういったことをね、みてこン出しなさいよっていう感じだよ。かてや最初に紹介させてもらった通りさ、2013年にはね、はい、オランダ国王の即位式。これはご招待を受けて行かれたわけですよ。そこでさ、いくら使ったみたいなことを大きなね、えー、記事に出してるわけだよね。ちょっと違うんじゃないんですかみたいな感じですよね。まあそういったようなことを、 まあ、いずれにしてもですね、今月の20日、あと10日ちょっと経つと、みてこ様のお誕生日、しかも今回はね、90歳、卒中のお誕生日ということなので、まあ、いろんな報道が出ると思ってね、先に釘を刺しておこう、みたいな感じで出したような次第です。まあね、過去にも私も紹介させてもらったような記事が中心になっていたので、あ,あそ、そういったことあるな、というふうに思われた方もね、多いと思いますけど、今、こういうだってさ、思い返してみると、 いや、ひでえな、みたいな話ですよね。まあそういったことでした。ということで、また皆さん、いろんなご感想をね、持たれたと思います。えぜひね、皆さんのご感想、コメントに残したりしてね、といったことですね。はい、本日もね、個室関係まだまだいっぱいいろんな話ありますので、また次々と動画上げていきたいなと思います。次の動画もぜひご覧になってみてください。ありがとうございました。バイバイ。